木村元は日本の集団遺伝学者、中立進化説を提唱した。日本人で唯一ダーウィンメダルを受賞している。また、パフィオペディラムの育種家としても知られる。岡崎市赤礼ホールの敷地内にある木村の銅像中立進化説とは分子レベルの進化はダーウィン的なサバイバル・オブ・ザ・フィッテストだけではなく生存に有利でも不利でもない中立的な変化で サバイバル・オブ・ザ・ラッキー・エスト、すなわち、たまたま幸運に恵まれたものも残っていくという学説である。中立説は発表当初多くの批判を浴び世界的な論争を引き起こした。その後、この説は広く認められるようになり、現代進化論の一部となっている。木村元の業績を称え、2004年12月に鈴木株式会社の基金寄付によって設立された。 公益信託。日本進化学会学会賞の受賞者などを候補として、木村元記念学術賞を授与し、また進化学に関連する講演会などに対して、助成を行っている。また2016年より各年で、木村元アワードの授与を行っている。ありがとうございます。